ゲームを再開ということで。長えな、このパート。この話長いな。すぐもう、戦いが終わったら、勝利のポーズ決めで終わりかなと思ったら、なかなか終わらないですね。正月から3週間経ってる。もうそろそろ2月が近づいてきてるな。ただいま。この人たちさ、テートを開けてたんだよな。劇場を開けてたんだよな。どうしたんだ、さくらくん。その間程度襲われなかったのが3週間の間。ああ、すぐボタン押しちゃって。なんか、もっとじろじろ見ればよかった、手とか胸とか。牛殺し。たとえ牛を殺したところで、コウマに。あ、連打してるから。コーラは部屋でまた何か作ってるみたいです。スミレはサロンにいたよ。毎日出歩いていた。やれやれ。そうだな、そうするか。真っ先にまずスミレの様子を見に行こう。いや、地下に行ってシャワー室に行って、おっと、飯食ってるな、相変わらず。よう、ぜんざいがある。洋食かなと思ったけど、ぜんざい。うん、いや、何でも食べるよ。好きあらば口説こうとする選択肢がある。また後でな。2階？いや、1階に行きたいんだが。まあいいや、1階では地下に行きたかったんだけど。まあいい、すみれくんに会おう。すみれくん、君はこの3週間どうしていたんだ。いい加減にしろとは言えないな。呆れたよともない。分かってますわ。いやいや、言ってない言ってない言ってない。できること、いじましいな。きっとあのお金の工面をしてたんだろうなと思う。おい、引き返すと同時に。どうしたの、こんなとこで。え、枕営業をしていただって。こういうのを見るとな。こういうのを見ると一番スミレだよな、桜大戦の中で。話見るとやっぱスミレだよな。こういう話を見るとしゃあね。ちょっと一声かけていくか。やっぱり、こういう話を聞くとやっぱスミレだよな。俺がいない間に資金繰りで随分努力してくれたそうだね。素直じゃねえな。スミレ君、大人か、君は。君は大人か。帝国会議団の中で唯一の。
しかし大神、おい、会うつもりないのにいろんな人にエンカウントしている。どうしたんだい。この二人はなんで二人で一緒に、ね、修行してたんだ。銃の特訓を。とりあえずそうだ、椿君には挨拶してなかったなと思って。椿ちゃん、整理整理。残念だな。ほう、じゃあすみれくんで。ほほう、派手派手しかった。なんとなく近い。おっと、体が勝手に更衣室に。お、勘が当たってしまった。さくらでしょう、さくらくんでしょう。これはだってここに、ここに竹刀が見えるような気がする。竹刀っていうかの刀の鞘が、木刀か何かの刀の鞘が見える気がする。この服の色、どうすっか。いかがなのか、悔しいな。しかし大神、体が勝手にシャワー室に。おっと、これは危ない危ない。いかん、危ない危ない危ない。あんこで隠そう。ここだけでええんか。何故に人は生まれ。さくらくん。まあ、まずい。急いで逃げなくては。たたたたたたた。ろくでもねえ、ろくでもねえ、俺ってやつはろくでもねえな。ついこう、ついこう、体が勝手に。それはね、シャワーの音が来ない、聞こえてきた。何を。まあ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 。まあ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 。ダメだ、ついつい覗いてしまうな。これは体が勝手にっていう現象ですね。これが体が勝手にってやつか。コーランのとこ行ってみよう。コンコン。いや、まあコーラに会いたかったということで、久しぶりにね、3週間ぶりだからね。それに正直ちょっと不安やったし。不安？そうや、もし狼班がおらない時にあの化け物が現れたら、うちらでは完全にお手上げや。ほんまヒヤヒヤしたで。ほんまや、ほんまやで。ほんまやで。まあ最悪アイリスがなんか泣けばなんとかなる気もするけど。これは内緒やった。ほう、それでんか。コーラに声をかける。まだなんかある。君が頼りなんだ。どうしたんだコーラ。ありますね。夢言うても大したもんやないけどな。空を自由に飛びたいんや。自由な翼で飛ぶということ。海軍の飛行機墜落、墜落、また墜落や。設計にも出力にも問題がありすぎるんや。そやけどうちらが量子甲冑に突っ込とる技術があれば中国まで飛んでいくこともできるはずや。でもうちは知っとる。そんな未完成の飛行機に命かけてた人、うちがずっと小さい頃や。その人自分で作った飛行機で
日本に渡る言うて飛んで行ってしまった。何も言えへんかったし、何も約束したわけやない。その後のことはうちも知らんけどな。宮崎駿とかジブリであれだけ見てるんだ。なんだっけ、あの飛行機のやつ出てこない、タイトルあれだけ見てるんだよな。そういうあれだろきっと。飛行機完成させたいね。野暮な話に、野暮なツッコミはするべ必要なかったな。ハッとか言ってるのがダメだな。ハッとか言ってるところが、これ言ったら終わりような気がする。それでさくらくんにもう一回一声かけとこう。覗いただけじゃちょっといないか。ただの覗き魔になっちまうと思ったんだけど、ただの覗き魔のまま終わっちまったな。あれ、なんでアイリスはどこにいるんだよ。お久しぶりです。あのアイリスは、アイリスに会いに来ました。勝手に部屋に入ってきてる人がいたらびっくりするけど、心と体の成長か。確かに今のアイリスにはどんな特訓よりも大切なことなのかもしれないな。じゃあね、アイリス、ゆっくりお休み。え、それだけ？他のみんなに会いに行くか。他のみんな、マリアにも会った、カンナに会ってねえか。いや、カンナに会ったわ。飯食ってたな。うい、もうみんな会ったよ。もう一回サロンに行く？来たな、コーマ。え、あともう一回ぐらいあると思った。あやめに、あやめに。格の子に来てくれ。あやめさんに最後は一声挨拶かけるみたいなのちょっとめんどくさかったのが失敗したな。カムイだ、カムイじゃないな、ジンプかな。ジンプね、なんか違う？どこが違う？例のあれを見せててくれ。お、それは？これは？お？マグネットコーティングみたいなもんか。違うな。サイコクレームみたいなもんか。帝国会議団、出撃せよ。特訓の成果をとは言えない。なぜならスミレへの配慮も必要だから。この場はホブとは比べ物にならないぞ。うんうん、特訓の成果を俺に見せてくれ。何を気にしとんじゃこいつは、何を気にしとんじゃこの小娘は。え、さくらだけ、ザク、めっちゃザク。いや、いいっすね。でも右手がその鉄砲みたいなんでいいんか。
ええんか。今あれか、もしかして大神の後部ではないのか。おっと、ここまでか。15分経ってるわ。いえ。平和な日々はデートだよな、長え。こういうペース上げようとか、そんな配分できませんな。じゃあ一旦ここまで。ほなまた。